はい、スナフキンムーミン谷のメロディー続きからやっていきたいと思います。今回はフィリフヨンカさんとかをちょっと探しに行かなければという感じですね。そうだよね。どこにいるんだろうまだ出会ってないですからね、フィリフヨンカさんとは。なるほど、赤びっくりマークのとこに行けばいいんだもんね。じゃ上に誰かいるね。上、待って、ニンニにさ渡したいんだよ。そういえば服をゲットしたはずだから、ちょっと先にそっち行こっか。待って、これも壊せる。はい、改装。あ、今日もフルーツついてる頭に私がつけてるんだけどね、うん、よいしょ。あれ、ほら、君の洋服の一部を持ってきたよ。どうもありがとう。残りを見つけたら、あ、待って、全部見つけたと思ったらまだ全部見つけてなかったんだ。ごめん、また持ってくるねって。本当にごめんね。そっか、全部じゃなかったのか。とりあえず行くべきは上だよね。あのお化けさんいたところからちょっくら上に。多分あの服集めとかはサブクエストみたいな感じなんだよね、きっとね。この上ね。誰かいたっけ？クエストじゃない。地図。でもここだ。荒ぶってる荒ぶってる。あれ、ここかな。違う方行ってる？違う方行ってまーすどこだったんだろう。多分さっきのキツツキがいたエリアの周辺だとは思うんだけど。あ、いたいた。芝居を見たいかい、スノーク。どうかな。人は大勢集まるのかい。大きな音が鳴ったりするかな。あ、そうみたいだよ。そうか。書籍化を待つことにするよ。一度きりの限定公開なんだ。ムーミンパパのね、ムーミン谷を救うために芝居を上演するんだよ。はあ、それなら行くしかないか。でも気に入るかどうかは約束できないぞ。よし。そっか、スノークってここにいたのか。さあ、続けて、ここから上ですね。あっちあっち、あ、結構広めですね。え、どっちから行った方がいいんだ、これは。外から回った方がいいのかな、それとも、どうなんだろう。行ってみるか。きっとどこでも繋がってるよね。多分だけど。一回行けてる場所だからね。そりゃ。あれ、ここ行き止まり？これさっきのとこだよね。さっき来たとこだよね。住んだらね、本当に一生迷子なんだろうなと思う。
この現状が迷子すぎるあたりを見るとね、地図はあるんだけどね、なんだろうね、下から行った方がいいんじゃないかな。なんかそんな気がする。だからこっちから行かずに近道しようとしちゃダメなのよ。何事もね、遠回りすることも大事だよね。なんかそんなようなことをスナフキンが言っていたような気もする、来た来た、これだ。で、ほい、こういうことか。いい感じだ。まとまりが良くなってきたぞ。これで本番の準備整った。僕はここで見たいけどやるべきことがある。バンドもいい音が出るようになったな。昔と何ら変わらない。ちょっとまだまだやることいっぱいありますからね。そもそもさ、公演版のあの人にさ、あれを届けなきゃいけないんじゃないの。だってあの人がそもそも見に行かないと意味ないんだからね。また戻ってきたな。不法侵入で逮捕するぞ。なんてこと言うの。僕がここに来たのは、休戦を提案するためだ。和解の贈り物とも呼べるかもしれない。芝居の招待状を届けに来たんだ。新作の演劇、タイトルはムーミン谷のメロディー5本。感謝の気持ちとしてムーミン谷で行われた重要な仕事に対するね。それ本気で言ってるのか。そんな風にお礼を言ってくれた人はまだいない。心から嬉しい。ずっと頑張ってきたのだ。それが正しく評価されるというのは嬉しいことだ。そして私は演劇が大好きなのだ。休んでもいいぐらいの仕事はしているだろう。よければご友人も誘ってみては。友人？警察のことさ。彼らも頑張ったでしょ。あ、そうだ、彼らは私の友人だ。なぜなら私は彼らに高い給料を払っているんだからな。そうなんだ。海内何を着ていこうか。よし、届けたぞ。で、これで結構もうやること、あとフィリフヨンカさんは多分あの家がそうだよね、多分ね。下から橋を渡ればいい感じね。はい。これでもこの辺にもなんか出てない？なんだ？なんかまだ出てるよね。なんだろう。あ、出てないわ。あ、最終的にここに来るからそのマークがついてるって感じか。そういう感じ？で、とりあえず下っていこう。で、橋を探して、これでいいのかな？落ちがあるはずなんだけどな。スティンキーがいるんだけど、スティンキーじゃないんだよな。あ、あ、全然違うわ。もっと向こうだ。もっとこっちだね。はい、え、こんな先？意外と遠いのね。この辺で合ってます？さらに向こうだ。広いね、ムーミン谷。またこれ来たよ。もっと他に大事なことがあるんじゃない？君はどうなんだ？ないわね。でも今あんたが必要としているものを手に入れたわ。だからそれと交換しましょう。でも安くはないわよ。それは驚きだ。正しいおもちゃが欲しいの。スニフが持ってるはずよ。
セドリックはダメみたい、セドリックみたいなのはダメよ。手がかかりそうだし。あ、そうなんだ。まさか、それって皮肉？スナフキンたらやるじゃない。これはどうだい？ヘムレン人形だ。あ、ちょっと持ってたんだ。あら、完璧じゃない。じゃあこれあげるわ。このページの展開はちょっと微妙だな。これがない方がいい。いいの？ひどい。ガン言うてよ、今。大丈夫？痛って言ってる。それは痛いだろうね。ん？でもこれどうやって行くんだろう。そっち行けないもんね。ごめんよ、みー。別にね、悪意があったわけじゃないんだよ。多分ちょっとスナフキンもね、イラッとしちゃったのよ。やっぱスナフキンも人ですから。人なのかな？イラッとすることもあるよね。え、あそこどうやって行くの？これって雲がいたとこだよね、多分。そうだよね。やっぱ、一周してきてるわ。前回ここ通ってるね。水も終わった、水終わったもう。ついに生き方がわからなくなるという、この。いや、もうちょっと冷静にね。冷静に行きましょう。大丈夫。時間はいっぱいあるわ。ね。はい。この道なりに歩いて行ってもダメなのよね。違う、ここはさっき通ったとこだからね。そっちになんか丸太があったんだけど、その丸太を渡るにはちょっと、遠回りすればいけるのかな。この上からグインって、ちょっとやってみよっか。何事もチャレンジ1年生だよね。グインと、いいよね、ほんとね、こういうのがね。ウィンと回りたいから、上に行って、え、待って、これ、ねえ、後編版の日来ちゃったんだけど、ここから向こうって行けるんかな？公演版が劇場まで同行願いたいと言っている。夜の息抜きとして、そしてこれは公演版の命令だ。であれば俺たちの任務は息抜きだよな。あ、ありがとう。これで通れるようになるってことね。なるほどね。よし、はい、はい、いっぱいあるね。あ、またこれ公園なんだ。なるほど。おるし、あんたらも休みなよ。ねえ、休みな、ほんと。やばいやばい、これ何？はあ、そういうこと。こういうことね。これは何でしょう。なるほどなるほど。札どこに立ってるんだろう。5本でしょう。でもえ、何これ。
音してる、どんくさい、ね、結構どんくさいね。こうか、よし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 、一本、あったあったあった、2本目。隠れてるパターンもあるのね。なるほど。どこに鍵を隠した？もし言えば俺はお前を砂に埋めることになるな。鍵だと思い眠ることになるぞ。何なの君ら、教えてくれよ。俺はこの秘密を墓場まで持っていく。あの砂の墓場の中で鍵の隣なの。お願いだから教えてくれよ。俺はその秘密を心の底に埋めたんだ。砂の中の鍵のように。うん、砂の中って言ってるじゃん一応。まあ、場所は言ってないけど。砂の中に鍵があるってことね。それじゃないの。安易に言っては危ないね。え、嘘でしょ。え、うっそやん、今の入る。え、待って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 。結構むずかったね、今ね。やばいかもしれない、やばいかもしれない、やばいかもしれない。あそこまで来ない。よかった。いや、おかしいでしょ。目の前で石動いてたらさ、おかしいなと思うよね、普通ね。大丈夫か？本当に。公園版がどうとかそういう問題じゃないレベルだよね。こっちは届かないのか。ないな。ない。ああ、嘘だ。うまし。最悪。悔しい。この人強敵だね、うん、あった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 、あそこか。はい、そっちね。止まらない。止まらないで。気づくよね。この音で気づくよね、普通ね。よいしょ。何が鼻のマークね。あれ、あと一本がないな。あと一本？なんか見逃してるな。あと一個。これか。え、何この人。え、この人何、この人何に反応するタイプの。ん、眠らせれるわけではないよね。寝ろよ。わーい。うわ、きつ、無理だ。ちょっと待って、どういうこと。あの人何、本当に。え、幕に負けないんだけど。あ、こういうことか。今行け。おぼい。あー、分かった分かった分かった。でも意味は分かった。オッケー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 。走れってことね。よっしゃ。よし。
なんとか行けましたね。結構無理やりでしたけど。で、この先に、ここはなんかめっちゃ遠くまで来ちゃってる気がする。あ、遠回りしていけってことね。はい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 、良いじゃない。え、これは最高だ。森の子供たちを引き上げるのはほぼ不可能だろうな。ここは登れないな。困ったね。寝てもくれないしね。走れもしないんだよね、この間ね。え？どうにかして振り切らないと。こういうことね。なるほど。よし、なんとか話したぞ。なんかまた来そうな気がする。来たし。すぐ来るやん。最高だ。戻ってきた。お、いいじゃん、いいじゃん。じゃあねー。じゃあねーって言ったんだけどな。あー、なるほど。ダメやん。意味なかったわ。増えてない、なんなら。だいぶ増えちゃってるな。なんて鬱陶しいんだ。引き離す方法がなさすぎてごめんね、スナフキン。今だー、来た。すぐ来るやん、ほんと。てか繋がってんだ、あれ。もう登れない。いいね、君らこのベトベトな道も平気そうで。本当素晴らしいよね。人数増えてるもんね。これか。負けるか、これで。あー、理解した。分かった分かった分かった。こういうことでしょ。なんかかわいそうではあるけどね。うん、かわいそうではあるけど、まあしょうがないよね。よし、今回振り切れたみたいだ。走れるしね、うん、親というのはとても骨が折れるな。それな、うん。ここを通るには森の子供たちが必要だ。連れてこないと。え？え、また連れてくるの？振り切ったのに？嘘でしょ？え、でもここにどうやって来るの？森の子供たちと。結構高難易度じゃない？俺の子供どこに行ったっけ？違
違うな。下だもんな、置いたの。まさか森の子供たちが必要になるとは。あ、こっちだ、こっちだ。あ、いけないわ。あれ、こっちじゃなかったっけ。ここ渡ったっけ。あ、ここだ、ここだ。はいはいはい。早っ。君ら早くない？スピーディーだね。で、ここか。すごい笑ってる。おお。ただこの子たちをどこに置いていくの？置いていけんのかな？え、雨？最悪じゃん。え、すごい落ちてくる。なるほどなるほど。めっちゃ雨降ってる。カーカー言うてる。森の子供たちこれ飛べるのもアグレッシブだよね。大丈夫君ら、雨だよ。帰った方がいいんじゃない？ん？あれ、行き止まってない？昨日せいかな。ああ、分かった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 。向こうに持ってくんじゃなくてこっちに引っ張るんだ、木を。なるほどね。どこまで引っ張れるんだろう。ねえ、子供たち大丈夫？顔に、顔面に結構当たっちゃってるけど痛くない？あれ登るのかな？ぽいな。よいしょ。また来た。あ、折れない。折れた。危ない。はあ、なるほど。待ってよ、どっちへやったらいいんだろう。降りれない感じかな、さすがに。いや、降りれそうなもんやけどな。何個運べばいいんでしょう。もう一個かな。はい、火吹いとく一応。あー、こつながってんだ。なるほどね。フィリフ四花さんの横からそう遠くないはずだ。雨止まないね。この辺？外の世界は狂ってる。やばい、来ちゃった。好き、私、フィリフ四花さん。いらっしゃいますか？あっち、お雪、外の世界は狂ってしまったのだわ。私たちはそれとも何の関係もございません。この美しく整った庭で平和な生活を送りたいの。放っておいてちょうだい。あなたの助けがいるんです。私たちに近づかないでちょうだい。私の完璧な子供たちと完璧なお庭を荒らしてほしくないのよ。どうにかして彼女に出てきてもらわないと。まあ、ああいう人だよね、彼女はね。
俺の子供たち私のお庭に、私と子供たち近づかないでちょうだい。あら、なんか上にあるのかな。ひどいこれ結構ひどいよね。これ結構ひどいかもしれない。でまあスナッキーが楽しいんだったらそれでいいんだけど、私これもいける。花がまあ、しょうがないね。嵐行為です。警察に言いますよ。そうだね、嵐行為である点に関してはそうだなとしか言いようがない。近づくんじゃありません。あら、汚れるわ。そのスナフキンすげえ汚れてる人みたいじゃない？ああ。いけません。私の可愛い子供たち。乱暴な森の子供たちとかかるのはおやめなさい。あの子たちは汚らしいのです。わからないのですか？危険です。危険ではないけどね、別にね。子供たちは楽しそうにしていますよ。だけど、あの子たちを守ってあげないと。あなたは十分子供たちを守っていましたよ。でも子供に今楽しい遊びも必要です。それは、そうですわね。でもあの小汚い森の子供たちはお風呂に入れるべきだわ。その点は間違ってないと思います。そして髪を着て整えて新しいお洋服も。服といえば劇場にあった衣装まだお持ちですか？誰かが手入れをせねば劇場全体がボロボロだったのですよ。それが今すぐ必要なんです。芝居を上映予定で。公演場のために。公演場にあの素敵な方？なぜすぐに言わなかったのです？芸術を愛する人だったとは存じ上げておりませんでした。筋は通っていますけれどね。ええ。お芝居の招待状？まあ、演劇は好きですのよ。でも家でやることがたくさんあって。何かあったらどうしましょう。まずはレビューを読め、レビュー。まあね。公演場が行く予定ですよ。あらま、であれば、地元の芸術活動を支えることは重要ですわ。私も参加します。よし。最後の招待状だ。これで OK かな？とまず劇場へ戻る。今やるべきことは全部終わりましたね。ではですね、一旦今回この辺で終わろうかなと思います。ここのすぐ近くだもんね、劇場ね。よし、ということでこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。